昨年ねオックスフォードの発言なさってからいろいろと状況というのは変わってますでしょうかね。先生、じゃあ最近皇太子様にお会いになったかどうかっていうことだけでも教えていただけません。そうですか。じゃあ、失礼します。一国の王子様に見初められてお妃にと聞くと、華やかなシンデレラストーリーを思い浮かべるものですが、その実情はどんなものなのでしょうか。マスコミの取材構成や偏向報道、それを見たアンチからのバッシング、好奇の目にさらされながら日常生活に不自由を強いられるなど、優雅なイメージとは裏腹に、さまざまな苦労が隠れているに違いありません。雅子さまはお妃候補に名前が挙がってから、一度はお越し入れ話が立ち消えになり、その後、逃げるようにイギリスへ留学、宮内庁へ3度のお断りを入れるなど、浩宮殿下とご結婚なさるまでに約7年の歳月を要しています。その間、マスコミに追いかけ回されたり、週刊誌やアンチにディスられたり、社会人になりたての女性が突然芸能人より凄まじい扱いを受けたのですから、さぞや戸惑われたことでしょう。そして浩宮殿下も、雅子さまに思いを寄せながらも、宮内庁の基準に合わない、祖父が軽装中、果ては、身長が、など、個人の我を通せないお立場とはいえ、切ない思いをされていたのではないでしょうか。この動画では、雅子さまが皇太子浩宮に見初められて皇室に入るまでの、紆余曲折や世間の騒ぎっぷりを、雅子さまや浩宮殿下ご本人、そして関係者のコメントを交えながら深掘りします。2019年4月30日、第125代天皇明仁の退位により、皇太子浩宮が第126代天皇成仁として即位されたのに伴い、皇太子妃雅子さまが皇后となられました。外交官出身の雅子さまは、その卓越した語学力と外交能力で、アメリカのトランプ大統領やフランスのマクロン首相、そしてその夫人たちをもてなし、海外でも大絶賛されましたが、そこに至るまでの道のりは長く険しいものだったに違いありません。雅子さまと浩宮殿下との出会いは1986年10月18日、元赤坂の東宮御所で催されたスペインのエレナ王女を歓迎する皇室主催のレセプションの時。外交官試験に合格されたばかりの雅子さまが、同じく外交官で、当時外務省条約局長を務めていた父の大和田久志さんと共に、レセプションに招かれ、その席で浩宮殿下とも言葉を交わされています。その時は軽く挨拶を交わす程度でしたが、雅子さまの佇まいが、浩宮殿下のハートを射抜いてしまったに違いありません。後に浩宮殿下は、雅子さまの第一印象を、桁外れにスケールの大きい女性、と語っています。レセプションに招待された時には、雅子さまはすでにお妃候補として名前が挙がっていたようで、宮内庁としては、雅子さまと浩宮殿下との顔合わせという意味もあったようです。二度目の出会いは、それから1ヶ月後の英国大使館で開かれた日英協会主催のパーティーの席。3度目は12月30日の大晦日の日、浩宮殿下が雅子さまを食事に招待したのです。ハーバード大学の廣中平介和歌子夫妻も同席し、お二人の間では留学時代の楽しい思い出話で会話が弾んだといいます。年が改まった1987年1月9日には、日英協会の餅つきパーティーの席上で浩宮殿下と雅子さまが再び顔を合わせる機会がありました。なんとたった3ヶ月の間に4回もの顔合わせ。これはただごとではありません。雅子さまの存在をスクープした週刊女性には皇室担当の記者がおり、その記者によれば、皇室の結婚には必ずご本人同士の接点が組まれるから、公私を問わず動きをマークし、東宮御所の出入りをチェックするのだとか。浩宮さまが雅子さんという女性と頻繁にお会いしているという情報をつかんだ記者は、雅子さま周辺を徹底取材し、1987年12月新春号のスクープ「浩宮さま27歳お妃候補電撃浮上」にこぎつけるわけなのですが、当時の雅子さまにはお妃候補というご自覚がなく、本人にお妃候補としての認識がないので、報道が先行すると逃げ出す可能性もあるから報じない方がいいと、
一部の情報提供者からは記事にすることを反対されていたようです。しかし他紙に先を越されてなるものかとばかりにスクープが報じられ、その数日後にはとうとう父久志さんと親しい外務省 OB から驚かれたと思うが、内々で雅子さんのことが検討されている、前向きに考えてほしいと宮内庁の打診を伝える連絡があったそうです。ところが雅子さまはイギリスオックスフォード大学への留学が決まっており、スクープが出た後の1988年には喧騒から逃れるようにイギリスへと旅立ってしまいます。しかし留学先のイギリスにも取材陣が追いかけます。投稿のためアパートを出た雅子さまに記者が突撃取材する一場面。しかし雅子さまはマイクを向ける記者に向かってピシャリと一言、すいませんけど私関係ございませんので取材をやめていただきたいんですけれども。日本人離れしたはっきりさ加減には同じ女性として惚れ惚れするものがあります。しかし雅子さまのこの毅然とした態度は後々アンチからのバッシングにつながっていくことにもなるのです。1985年、25歳になった浩宮殿下が語った理想の女性像は、ある程度は自分の意見を持っている人がいい。普段はしとやかなところがあっても意見を言うときはしっかり話せる人が好き。これから先は外国人との接触が多くなってくるので、ある程度外国語ができる方がいい、などこれは知り合う前から雅子さまのことを言っているのではと思ってしまいますね。そして1988年2月19日、浩宮殿下28歳の誕生日に際して行われた会見では、殿下は記者とこのようなやり取りをなさっています。お妃選びを富士山に例えると何合目くらいとお考えですか？7合目、8合目くらいといったところでしょうか。意中の人がいることを匂わせるお答えです。では実際に選考にあたる宮内庁ではどのような基準で候補を探すのでしょうか。お妃候補選定にあたり宮内庁が考慮していたとされる条件は、日本国籍であること、宗教は仏教か神道であること、色盲、近視などを含め遺伝性の病気がなく不妊症でないこと、英語フランス語が話せないといけない。お妃の身長はハイヒールを履いて浩宮と同じ高さが理想。両親の職業は反社会的なものであってはならない。 OL は許されない。容姿端麗。男女共学の学校出身者でないこと。不妊症かそうでないかはどうやって調べるのでしょう。身長はハイヒールを履いて浩宮様と同じが良いというくだりには、当時のおじさまたちは大真面目にそう考えていたんだろうなと思うとついクスッと笑ってしまいますが、その後にも OL はダメ、共学校出身者はダメなど、現代の私たちの感覚からすると全く意味不明な条件が続きます。そして噂によれば皇室御用達の更新所が4世代前までの親族の身元を調査するとかしないとか。当時の浩宮殿下のお妃候補探しは、当時の天皇のお妃候補探しの時に候補として選ばれていた子女の娘から探す、天皇の学習院初等科の語学友グループを中心にその家族から探す、皇族の親戚や交友関係から探すという3つのルートがあり、雅子さまは3つ目のルートから候補に上がったようです。折しも1985年に男女雇用機会均等法が制定され、女性の社会進出が進み始めた時代、均等法って何？という人のために説明すると、男性も女性も職場では同等に扱いつつ、結婚や出産の際にも女性に不利益が生じないよう配慮しましょうということを定めた法律です。1980年代といえば、日本ではまだ職場での男女差別が普通に存在していた時代、腰掛け入社が当たり前だった中、自分の能力を生かして社会で活躍したいと思う女性が現れ始めた頃で、雅子さまはその第一世代にあたります。宮内庁の OL は許されないという基準からは外れることになりますが、雅子さまも志を持って世に羽ばたこうとしていた若い女性の一人です。外務省入省したての雅子さまが将来への希望を語っているインタビュー映像がありました。高校1年の時に父の仕事でアメリカの方に行ったんですね。でその時点で
それまで日本で教育を受けてたんですけれども、外に出てみてアメリカと日本っていうのはこんなに違う国なんだ、こんなに国民性も違うんだっていうことが分かって、っていうことを肌で感じて、でそれがすごく面白いなと思ったので、何か国際的な分野で仕事がしたいなと思うようになったんです。昔からその父が外務省っていうこともありましたし、そういった環境で、あと私が中学生ぐらいの時ですからか、女性の方が毎年1人2人と外務省に入られるようになったんですよね。でそんなことから漠然とその外務省っていうのも私の頭の中にありまして、女としてやっていくのにもそういう仕事もあるなっていう気持ちがあったんです。結婚と両立させて、そのこの仕事柄海外勤務も多いですし、両立っていうのはなかなか普通の家庭生活っていうのを考えた場合なかなか難しい問題はいろいろあると思うんですけれど、まあそれはその場になって自分で解決していく問題としておきたいと思って、できれば家庭と両立させたいと思ってます。今やその外交能力の高さで世界の要人から称賛され、日本にとっては希望の光とも思える雅子様ですが、当時この沖崎候補話は一度立ち消えとなります。宮内庁側で雅子様の祖父が当時裁判中の窒素の社長であったことが問題視されたのが原因とのことです。皇室会議議事録には次のように記されています。内々の打診に対し小和田家からご辞退の意向が伝えられました。一方、雅子嬢の母方の祖父江頭豊氏が水俣病訴訟継続中の窒素の社長等の地位にあったということについても慎重を期し、ご交際は自然中断のやむなきに至りました。浩宮殿下もこの時は分かりましたと一言だけお答えになったそうです。結婚は当事者だけの問題ではないとはいえ、皇族の方のご結婚ともなると審議委員会の意向に従わないといけないとは大変です。しかし最初のお断り、宮内庁審議委員会からの物言い、雅子さまのイギリス留学を経て、浩宮殿下は6年後についにその思いを果たすのです。週刊女性のすっぱ抜きによって雅子さまが突然世間の注目を浴びることになったのは先にお話しした通りです。この頃は個人情報保護などという概念は全くなく、ひとたびマスコミに目をつけられると本名入りの顔写真があからさまに週刊誌に掲載され、沖崎候補血筋がという話になると、一家の家系図までもが当たり前のように掲載される、そんな時代でした。家の玄関を開けたら前にカメラを持った取材陣が退去していて、無遠慮に自分に向かってカメラを向けて写真を撮りまくり、どこまでもついてくる。自分がそんな目にあったらと考えるとゾッとしてしまいますが、それに対して丁寧な対応をしておかないと、またここぞとばかりにかきたてられてしまうのがマスコミの恐ろしいところです。当時の日刊スポーツにはこんなことが書かれています。自宅を出てきた小和田雅子の前方に、早朝から張り込んでいた写真週刊誌などマスコミ4社のカメラマンが群がり、一斉にフラッシュを焚いた。彼女は顔をこわばらせ、何ですかあなたたちは、やめなさいと抱えていたバッグで顔を隠した。カメラマンたちは構わずシャッターを押し続ける。あなたたちどこの会社なの、名刺を出しなさいと憤りをあらわに二の矢を放った。それでも取材攻勢はやまない。このため彼女は自宅に駆け戻り、息を切らしながら、お父様、お父様と叫んだ。正直気の強い女は気に食わないからこのくらいしてやらないとという書き手の悪意を感じますが、相手はスポーツ新聞の記者ですからね。これについては後の1993年文藝春秋で父の久志さんがこのように語っています。当時私たちとしましては、そうした沖崎選考の過程で雅子の名が上がっているなどということは全く存じておりませんでした。確か87年の12月20日過ぎだったと思います。突然我が家の前にカメラマンの方々が 2,30 人現れたのです。雅子はいつものように外務省に出かけようとして玄関に出たのですが、びっくりして慌てて家の中に駆け戻ってきました。お父様、お父様と息を切らしているものですから、どうしたのと聞きましたら、なんだかわからないけれど玄関のところにカメラマンの方がたくさんいて、
写真をパチパチ撮られたというのです。私の方も何が起きたのか全く分かりません。どうしたのだろうと思いましたが、娘ももう社会人の端くれですし、集まっている人たちにどうしたんですかと自分で聞いてみたらと気軽に申しました。それで雅子は勇気を振るってもう一度出て行って、どこの方ですかと尋ねたんですね。それが後になって名刺を出しなさい、名前を名乗りなさいと言い放ったという話になって、皇室評論家と称する人などから気の強い女性であるといった歪められた話になって伝えられてしまったのです。もっと後の記事になりますが、こんなのも。自宅前に張り込んだ元写真誌記者 C 氏は反省をにじませながらこう話す。自宅から駅に向かう雅子様にぶら下がって話を聞こうとしたことがあります。ところがマスコミは嘘ばかりとおっしゃったので、私もしつこくどのあたりが嘘でしょうかとお聞きしたんですが、何もお話しいただけず駅に着いてしまいました。雅子様は満員の上りホームに立っていらした。私はこの取材で初めて雅子様にお目にかかったんですが、あまりに美しかったので、なんとか写真に収めたいと反対側の下りホームに行ってレンズを向けたのです。撮った瞬間に雅子様が気づかれました。すると全力疾走で上りホームと下りホームをつなぐ陸橋を駆け上って、私の方にまっすぐ向かって来られたんです。そして私の胸ぐらを両手で掴んで揺すぶって、フィルムを出してくださいと抗議されました。その勢いに私は一言も口が聞けず、フィルムをどうしたかも忘れてしまいました。本当にフィルムをどうしたかも忘れてしまったのでしょうか。そして写真誌フォーカスが何年にもわたりここぞと掲載し続けた写真がこれ。世に言う指差し恫喝の元ネタになった写真です。でもちょっと待ってください。出勤のために駅に向かって歩いているその前を塞いで真正面からカメラを向けたんですよね、このカメラマン。雅子様が怒って当然と思うのは私だけでしょうか。そして1988年留学先のイギリスにまで日本からマスコミが押しかけますが、大和田家からのお断りや宮内庁での選考見合わせにより雅子様に対する取材は徐々に沈静化していきます。その年28歳の誕生日会見での浩宮殿下の一言、やはり山頂は見えていてもなかなかそこにたどり着けないという感じなんじゃないでしょうか。その後も置き先探しは続けられ、1990年代に入り30代になった浩宮殿下は学習院時代の語学友や学長が設定してくれた出会いの場やカラオケパーティーなどを活用し、年下の候補者たちと交流を図っていますが、会見で、実際くらい年が離れている人たちと会う機会がありますが、いろいろな点でジェネレーションギャップを感じますと述べられています。そして1991年9月から11月にかけて十数年にわたって名前が挙がり続けた最後の置き先候補と3回会った浩宮殿下は熟慮の末お断りすることを決心します。1992年2月32歳の誕生日前の会見で浩宮殿下が語った内容は、今聞くと宮内庁や関係者すべてに向けての決意表明のようにも、雅子様ご本人へ宛てたメッセージのようにも受け取れます。結婚は良き伴侶を見つけ、人生を共に歩み互いに助け合っていく非常に大切なもの。一にも二にも縁とプロセスが大切。それに何かロマンみたいなものがあるといい。最終的には自分で決めたい。困難に直面した場合は自分で切り開いていく。皇室は距離があるというか、入りにくいことは誰でもあると思うが、お互いの心の交流を通じて少しずつ緩和されていく希望を持っている。やはり価値観が同じこと、他人を思いやって痛みがわかる人であってほしい。みんなが納得してくれるというのは必要だと思います。宮内庁では昭和天皇のお元気なうちにとの思いで独自の動きを進めていましたが、進展はなく、長官は皇太子となった浩宮様の置き先問題が進展しない状況を打開するため、
もう一度お気持ちを確かめることから始めたそうです。日曜日になると長官が清居町の公邸から徒歩で東宮仮御所に通い、お茶を飲みながら人生観や女性観まで語り合い、その過程で皇太子様はやはり雅子さんでなくてはと本心を打ち明け、関係者が推す雅子様以外の女性のお妃候補の話題になっても興味を示されることはなかったそうです。そして浩宮殿下からの雅子さんではダメでしょうかとのお言葉に呼応して、とうとう宮内庁関係者や外務省までもが雅子様と浩宮殿下再会のために動き出すのです。雅子様と浩宮殿下が再会したのは、雅子様が留学から帰ってきた後の1992年8月、お二人が最後に会ってから実に4年10ヶ月ぶりのことでした。それから2ヶ月しないうちに浩宮殿下は鴨場で雅子様との隠密デートを決行し、その時に雅子様にプロポーズをされています。隠密作戦のことは殿下自身が質問に答えてこう説明されています。私としましても、ことに雅子さんの場合、以前に非常にマスコミにも取り上げられて大変な思いをされたということもございますので、今回も会う場合には本当に極秘で、本当に知られないで会う方法というものをいろいろ考えたわけです。その結果としまして、最終的には警備をつけずに会うという、言ってみれば前代未聞のことだったかもしれませんけれども、私自身本当にこの度の雅子さんのことに関しては本当に全力投球でと申しますか、一生かけて本当に力を入れていたことでもありますし、警備なしという極めて無防備な状態ではあったわけですけれども、それをする価値は十分にあったという、このことに関してはそういうふうに思っています。この10月3日のデート場所、新浜鴨場の出入りについては、皇宮警察、警視庁、千葉県警の記録には何も残っていません。皇太子に警護がつかないという、本来であればあってはならない事態です。浩宮殿下はこの日一日お部屋で過ごされたことになっていて、お食事も部屋に運ばれており、お付きの者たちにもこの日の外出は知らされていなかったようです。この日隠密に殿下に付き添ったのは、内々に運転を依頼された非番の皇宮護衛官と、私服でマイカーを運転していた山下和夫東宮侍従長2人だけ。皇太子が警護なしで御所から外に出るなどあってはならないことですから、出先でもし何かあったらと思い、お二人ともかなり肝を冷やしたことでしょう。後部座席の窓がカーテンで隠された小豆色の軽ワゴン車とベージュの車が、警護のチェックを受けることなく東宮御所を出発し、千葉県の新浜鴨場へ向かいました。ベージュの車の運転席にはポロシャツに茶色のセーターという軽装の山下東宮侍従長。浩宮様は御所で業務用に使われているワゴン車の後部座席両脇に段ボールを積んで、警護所の前を通るときには毛布をかぶって身を潜めていたのだとか。まさしく隠密作戦ですね。そして新浜鴨場には外務省に入省した頃の上司である柳谷健介さんに付き添われた雅子様の姿がありました。新浜鴨場で浩宮殿下からいきなり6年越しの思いを打ち明けられた雅子様でしたが、10月20日過ぎに宮内庁にお断りの返事をしています。雅子様のお答えは、自信がありませんでした。再度のお断りを受け、浩宮殿下と宮内庁は雅子様に向けて必死のアタックを始めます。雅子様の元上司の柳谷さんも再度説得に乗り出すとともに、浩宮殿下も雅子様に毎晩のように電話をかけられたのです。それから雅子様のお気持ちが固まったのは2ヶ月後の12月12日。一般には雅子様に結婚を決意させたのは浩宮殿下の雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますからという言葉だったと言われていますし、公式の記者会見でも雅子様がそのように述べられています。ですが本当にそれだけでしょうか。雅子様は記者会見でこのようなこともおっしゃっています。確かに私は外務省で大変やりがいのある仕事をさせていただいておりましたので、その仕事を辞めるべきかどうかということについてだいぶ悩んだことはございました。ですからこの新しい決心をするまでに
十分に考える時間が必要だったということだと思います。そうですよね。猛勉強の末外交官試験に受かり、イギリスに留学までして国を越えて働こうと希望に燃えていた矢先のことです。安直に守ってもらえるなら結婚しようということにはならないはず。プロポーズの時に浩宮殿下がおっしゃられた。外交官として仕事をするのも皇族として仕事をするのも国を思う気持ちに変わりはないはず。この言葉こそが雅子さまに皇室入りを決意させたビッグワードだったのではないでしょうか。それをうかがわせるように雅子さまは記者会見でこうもおっしゃっています。外務省では大変やりがいのある仕事もさせていただいておりましたし、大変学ぶべきところの多い尊敬すべき先輩や同僚にも恵まれて、とても充実した勤務でございました。でも昨年の秋、私は本当にいろいろと考えた結果、今私の果たすべき役割というのは、殿下からのお申し出をお受けして、この皇室という新しい道で自分を役立てることなのではないかと、そのように考えましたので決心したわけですから、今悔いというものはございません。雅子さま、あっぱれなご決断です。公式会見の翌月、雅子さまは外務省を辞職し、4月12日に納采の儀、6月9日には結婚の儀が行われています。結婚の儀は全国に生中継され、最高視聴率はなんと驚異の 77.9% を記録。歴代視聴率ランキングで1963年の紅白歌合戦に続く第2位の数字。ご成婚パレードの生中継はさらに 79.2% という高視聴率を記録したそうです。さらにパレードの際に沿道に集まった民衆の数は19万人と言われています。東京ドーム3個を満員にしてもまだ余るほどの人がパレードを祝うために沿道に詰めかけたことになります。1986年に端を発した日本のおきさき選びは、浩宮殿下の7年越しの一途な思いと、それを理解した周囲の力添え、そして雅子さまの護衛団によって最高の結末を迎えました。美智子上皇后さまの時には開かれた皇室が形作られ、そしてこれからは雅子さまが日本と世界の架け橋として、そのお力を遺憾なく発揮してくださるに違いありません。外務省入省したての雅子さまはインタビューでこんなことも述べられています。世界の中で日本がどういう役割を果たしていけるか、世界の繁栄のためにとか平和のために何をしていかなければいけないかっていうことを考えていく時期に来てると思うんです。折しも世界情勢がどんどん不安定になり、日本の皇室の存在意義が世界でも重要視されている今、幼少期に海外で異なった文化や価値観に触れ、外交官としてもお勉強なさり経験を積んだ方が日本を代表してくださるとは、どれだけ心強いことか。これからも雅子さまのご活躍から目が離せませんね。皇室あれこれでは、日本の皇室や皇族の方たちのお働きを時代や常識にとらわれず一般人目線で紹介します。この動画を気に入っていただけたらいいねをクリック、次のネタが気になったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。今後の制作の励みになります。またあんなこと知りたい、こんなことに興味あるとコメント欄でお知らせいただけたら、今後の制作の参考にさせていただきます。どしどしコメントくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。皇室あれこれでした。